旧日本銀行広島支店。旧日本銀行広島支店は、広島県広島市中各袋町にある、日本銀行のかつての営業所。現存する被爆建物の一つであり、広島市指定重要文化財。移行として一般公開されており、芸術文化活動拠点としても利用されている。施設は日銀が所有し、広島市が運営管理している。かつて、 過去町にあった日銀営業所を業務拡大に伴い、1936年昭和11年9月にこの地に移転、1992年平成4年3月中区元町に移転するまで使用された。1945年広島市への原子爆弾投下で倒壊を免れた被爆建物の一つ、日銀支店ということから堅牢に作られていたため、 爆心地から380メートルという近距離で、あったが被災にも耐えている。広島に現存する被爆建物の中でも、抜群に保存状態が良い。2000年、平成12年7月、指定重要文化財に指定、日銀から市へ、無償対応された。国の重要文化財に指定されれば、日銀から市に、無償譲与されることが決定している。2001年以降、 市によってギャラリーとして暫定使用しながら国の重要文化財指定を目指して被爆の跡を残しつつ竣工当時の姿に復元及び耐震工事を進めている状況である常時開館しており屋内を見学できるまた広島市民局文化スポーツ部文化振興課に申し込めば芸術文化活動会場としても使用できる2016年から 試験運用として、広島平和記念公園周辺の公衆無線乱ポイントに、英語言語仕様でアクセスするとこの建物の英語版解説が自動配信されている。西側が、小井城通りで、袋町停留場そばにある。東隣に、内山洋史跡資料館がある。2019年以降、3階2階を原爆と、広島県人の移民の歴史を常設展示する。 博物館として、一階、地下を芸術文化に限った利用のみギャラリーとして貸し出す予定である。2018年からの入場料、ギャラリー利用料金とも不明。広島市における昭和初期を代表する建築物。近代の広島市は、日清戦争で広島大本営が置かれ、日清、日露戦争ともに平坦拠点となったことで軍都として急速に発展し、 その中で、日銀の業務が拡大していったことにより、手狭となったため建設された。設計者は、長野右平寺、日銀臨時建築部、志向は、清水組。長野は、その約10年前である1925年、大正14年に、三井銀行、帝国銀行、広島支店を設計しており、広島市内での銀行建築は2例目になる。構造は、 鉄骨鉄筋コンクリート構造。長野は日本銀行本店などいくつもの日本銀行本店、支店を設計しているが、広島支店は他の設計した日銀建物と比べて正面の角柱がイオニア式である他はごシンプルな外観となっている。これは建築当時満州事変から日中戦争へと向かっていた時期であったため世相を 繁栄して飾り立てなかったと推定されている。屋根は、花崗岩クラリットバリ。金庫は、アメリカ製で春工当時のものが無傷のままで、残っている。なお、長野が先に設計した、三井帝国銀行でも、モスラー社のものが用いられており、そちらの方が被爆に耐えた金庫として著名。内部は、全体的に、ルネサンス様式で豪華に飾られている。 1.2階は吹き抜けで豪華なコリント式装飾が施された4つの拡充で支えている。2階の応接室には大理石が用いられ、2階の壁の一部には戦後に木メ塗りが施されたことがわかっている。以下、2006年、平成18年2月現在の内部を示す。被爆当時も通常業務を行っていたが、1945年6月頃から、 防空対策も行っていた。なお堅牢な建物であったことから、軍部から特別な指示はなかった。在籍公員数は95人、原爆戦災士で、実動八85人、日銀公表。なお、被爆当日は、職域義勇隊として、市内で建物疎開作業に従事していなかった。日銀3階に勤務した広島財務局員数は、不明。 1945年8月6日、被爆。建物は爆心地から約380メートルに位置していた。建物自体は、その剣道性から、天井は落ちず倒壊を免れた。3階は出勤していた、財務局員が窓を開けていたため全焼。2階の一部でも、火災が発生していたが消火することができた。1階と2階は、鎧戸を閉じていたため地下金庫室と、 共に内部損傷は免れたものの爆風によって1階2階の窓は窓枠ごと破壊されている。地下金庫室、倉庫ともに無事だったが、エレベーター口から吹き込んだ爆風により金庫前の鉄格子が吹き飛ばされた。その後に店内で雨漏りが発生していたことから天井は全く無傷という子はなかった。ちなみに東隣の山陽記念館、 現代山陽史跡資料館はこの建物が盾となったため全壊を免れている。また銀行前では爆風により広電電車が脱線して東方向へ半回転し全焼していた。行員のほぼ全員が店内や出勤途上や自宅等で被爆した。日銀広島支店全体での被害者数は日銀公表では死者37人負傷者15人。 広島原爆戦災士では即死者29人、応傷者5人含む、その他の死亡者1人負傷者21人。店内で被爆した公員の被害者数は、日銀、三玉康かれ、1977年間では、公員8人が死亡。原爆戦災士では、公員12人のうち即死5人、重傷5人、軽傷2人。広島財務局員の店内での死者数は12人。 9人は、被爆により負傷し逃げられないまま傷し、屋上で被爆したとされる女子事務員3人は、隣の山陽記念館の屋根の上で死体として発見されている。当時の行員によると、動くことができた人間が、もう少しいたら3階の火災は止められたであろうと証言している。被爆当日は食堂などが負傷者の収容所となる。3階以外は消失しなかったこと。 日銀支店という重要度から、生き残った行員は被爆後もその場から避難せず、店内で作業に従事していた。生き残った局員も、日銀行員と共に救護作業を行っている。6日夜半から7日にかけ軍隊や、近郊の警防団の手伝いもあり、片付けを終え、日銀岡山支店の応援もあり、他には業務を再開した。また、被災して営業が不可能となった。 市内の各金融機関のために窓口を十2区分し仮営業所を設置し各、金融機関が通帳がなくても窓口で確認できれば支払いする自由支払い業務を開始している。財務局も当日に後、片付けを終えて復旧した後、20日に一時的に壁税務所の一角に移っている。復旧に伴い各金融機関の仮営業所は、 順次ぞかれ1946年春には全撤去された。支店建物の復旧工事は同年11月完成している。1966年8月、敷地内に日本銀行広島支店職員慰霊碑が作られた。1992年元町への移転とともに、その慰霊碑も移設している。1988年、日銀は、 中区元町に新築移転を決定。1992年、日銀は中区元町に新築移転したことにより、この建物は日銀によって処分が考えられていた。この頃、被爆50年目にあたり、広島市は市内にある被爆建物を洗い直していた時期であり、1994年、広島市は旧日銀支店を被爆建物台帳に登録、さらに、 広島市を中心に建物を保存するよう要望が出してた。そこで日銀は広島市へ売却する方向で進めようとするものの、広島市はその購入費用について高額であったため難色を示した。これに関連して1997年、平成9年には建物を取り壊し再開発する計画を広島商工会議所が立てたが頓挫している。そこで、 広島市が日銀、大倉省及び建設省に対し出した提案が、広島平和記念都市建設法に基づく贈与であった。日銀は協議の結果、広島市側の要望であった、文化財保護法に基づき国の重要文化財に指定されれば、無償贈与。広島市指定重要文化財に指定されれば市が維持、管理費を全額負担し、固定資産税や都市計画税など、租税免除する。 無償対応する方針を正式決定した。2000年7月25日、広島市指定重要文化財に指定、同月31日平和記念都市建設法に基づき使用対策契約、無償対応を締結する。その後、市は市民や各種市民団体等からのアイデアや意見を集め、2001年2月学識経験者を中心に、 旧日本銀行広島支店保存活用方策検討委員会を設置。浅利り太や安藤忠浦著名文化人の提言及び委員会からの報告書を受け2003年氏は建物全体を市民主体の芸術文化活動発表の場として活用することを決定した。2001年文化財としての公開も兼ねて暫定的活用を開始2005年 被爆60年目の節目を迎えるにあたり常時、開館を開始した。常時開館に合わせて、表に木製の仮設スロープの設置を行った。国十分指定に向けて、市により改修されている。また2002年から折り鶴を、市の方針により長期保存することになりその一部を、ここで常設展示していたが、2012年から長期保存せず再利用を前提する方針に、 転換したことにより展示はなくなっていい。2015年広島平和記念資料館の全面改修に伴い資料館収蔵資料の常設展示を始めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。